変わりゆく東京の真ん中で自分らしくあり続ける街、神楽坂。変わらずに変わる。この街はなんだか人生に似ている。700年の時を経て、この地にまた一つ新たな歴史が刻まれる。私はこの街を歩くのが好きだ。いつか誰かに聞いた神楽坂の楽しみ方。道を一つ奥へ、また奥へと進むこと。今時の洒落た雰囲気かと思えば、一瞬にして江戸の情緒に魅せられる。通り一つ、角一つ先で異なる風情に出会える。それらがさりげなく自然と街に調和しているのだから、なるほどと思うほかない。自分らしさを根底に持ちつつも、時代の変化をしなやかに受け入れる懐の深さ、まさに生きとも言うべきか。人生もかくありたいものだ。ご存知だろうか、神楽坂の奥に静寂に満ちた高台があること。自分の足音に気がつくほどの静けさ。賑やかな神楽坂の情景が幻だったのかと思うほどに、凛とした空気に包まれている。かつての文豪たちもまた同じ思いにふけったのかもしれない。ここは赤城神社の森。700年の歴史を持ち、江戸三社の一つとされる赤城神社。江戸時代から地名の由来となる神楽が流れ、文化芸術の地としても長い歴史を持つ。神楽坂を鎮守し見つめてきた赤城神社が今大きく生まれ変わろうとしている。それは70年計画で進行する神社再生事業、赤城の森プロジェクト。その計画図を描くのが隈研吾。この地にゆかりある世界的建築家。自己主張をせず周囲の環境に溶け込む建築を目指す彼の流儀は、このプロジェクトにまさに共鳴している。彼が目指したのは、文化芸術の木に満ちる特別な場所を未来へと継承すること。保存されていた立ち木は戻され、緑の聖域がよみがえる。新しい参道は神殿へと上昇するように描かれている。新社殿は自然と一体化し、荘厳さ漂うお姿へ。再びこの場所に人々が集い、心癒されるのだろう。しかし、何よりも驚いたのは、この森に人が暮らせるということ。
風が心地よい欅並木の参道を歩くと、赤城神社の木立をモチーフにした整列な縦のラインがあなたを出迎える。隈研吾が描く不変の美、アルミの板を交互に重ね合わせる大和張りの手法を用いたルーバーは、光や風を取り込む日本古来の美意識に基づいている。深みのある外壁は樹木の枝がランダムに天に向かって伸びる様を表し、まさに鎮守の森を思わせる。エントランスの床には参道と同じ石張りが、壁には大和張りが続く。環境に共鳴した美しき造形が赤城の森の心地よさと響き合う。この頂から神楽坂を見つめ、森とともに時を刻む。700年目に訪れた神社再生の節目、出会えたのは歴史の偶然か。人生とは面白い。美しく艶やかに灯籠の花が咲く。数百年後のこの町にも同じ夜が訪れるのだろう。神楽坂は神楽坂であり続ける。美しい人生の舞台として。